はい、それじゃあエッジアニメートのですね、ワークスペース、それからパネルの使い方、このあたり、まあ、基本中の基本なので、ちょっと確認していきたいと思います。じゃあまずですね、ファイルメニューを開くの下のところに、新規作成がありますね。こうクリックします。で、今ですねパネルが1、2、3、4つ、5つ、6つありますよね。で、一番下がですね、これがタイムラインっていうものなんですね。で、ここになんかいっぱいこう重なってますよね。これパネルがですね今3つここの中に入ってるわけです。で、これパネルグループと言います。これは1個のエレメントという1個のパネルなんですね。で、これもレッスンという1個のパネルです。で、これはライブラリーというパネルの中にアセットシンボルフォントっていうのが入ってるんで、一応パネルグループというふうに呼んでます。ですから、まあいろんなパネルがですね、ここで組み合わさって一つの画面ができているということがあります。で、ここにレッスンっていうのがありますけれども、これは最初のスタートアップの画面のところでレッスンっていうのありましたよね。あれと同じです。あそこをクリックすると、ここをクリックしたのと同じ画面になります。要するにここで初めにであればですね、このここに書かれている通り操作しながら学習できるということなんですね。ですから実際ある程度分かったらですね、このレッスンのパネルは非表示にしておいた方がいいと思います。で、それはこのウィンドウメニュー、ここで今チェック入っているパネルが表示されているんですね。レッスンのところを選ぶと非表示になります。通常はですね、この状態でまあ作業するということになります。で、このパネルはですね、サイズは自由に、ちょうどこの境界線のところにマウスカーソルを合わせてドラッグするだけですね。自由に作業しやすいように変更します。で、まあこのステージのところがメインなので、ステージが大きく表示されるようにすればいいんですけれども、パネルのですね右上のところにこのオプションボタンっていうのがあります。クリックするとメニューがこう表示されます。パネルの右上ですね。で、例えばこのステージのエリアをですね、とにかく大きく広げたいと、作業しやすいようにっていうことであれば、フレームを最大化とか選ぶとですね、こういうふうに、で、まあここでこう拡大すればいいですね。こういうふうに大きく画面を大きくして作業できると。で、このステージの左下のところにズームがあります。で、これはドラッグして決めてもいいですし、直接数値をですね、ここで 100% なら100と入れて指定しても構わないと。で、元に戻すときはまたこの右上のオプションのところでフレームサイズを戻すというふうに、まあこうやって切り替えながらですね、作業していくということになると思います。で、あとですね、こうパネルは当然このいろんな場所に移動したりできるんですけども、どうやってやるかっていうことをちょっと学んでいきたいと思うんですが、オプションのメニューの、例えば今エレメントっていうパネルがありますけども、オプションのところを見るとですね、フレームのドッキングを解除っていうところがあります。これ選びますと、こうやってこのフレーム、こう全体がフレームっていうものだとすれば、そこからこう切り離されて単独のパネルになるということなんですね。で、この時にちょっと注意していただきたいのは、この上のパネルバーっていう部分ですね、一番上のここをドラッグすると自由に移動できます。で、このタブのところをドラッグするとですね、ドッキングしてしまいます。このパネルに今色が変わりますよね。例えばじゃあドッキングしてみましょうか。じゃあこのライブラリーの、そうですね、ライブラリーのこっち右側に入れましょうか。
こんな感じですね。入りました。でもう一回復習ですけども、フレームのドッキングを解除で外れます。そしてこのパネルバーのところでドラッグをします。でもう一回ドッキングするときはこのタブのところで、じゃあこれは下にしましょう。こうですね、まあ、さっきとちょっと逆になりましたけれども、ライブラリーの下にエレメントを置きました。じゃあこのライブラリー、今3つパネルが入っているパネルグループになってますけど、ライブラリーを切り離してみます。フレームのドッキングを解除、はい、切り離されました。で例えばここでですね、じゃあエレメントもちょっと切り離してみましょうか。エレメントもフレームのドッキングを解除で切り離しました。こんな感じしました。でこのエレメントをですね、このライブラリの中にちょっと入れてみます。タブをドラッグしてこうします。はい、自由自在ですよね。でこれで今パネルグループになってるわけです。こういう形ですね、左とか右とかいろいろできます。でこの状態から切り離したい場合ですね、パネルのドッキングを解除というふうに、オプションのメニューから解除をして、つまり切り離して、そしてタブをドラッグして追加すると、今ちょうどライブラリーとエレメントが一緒になってますよね。パネルグループになってますね。でパネルのドッキングを解除で切り離すと、まあ、こういうふうにして、自由にですね、レイアウトできます。まあ、こんなふうに左側にまとめて表示してもいいですし、この間に入れてもいいですし、こんな感じですね。で例えばじゃあですね、レイアウトしました、自分の作業しやすいように、これこのまま終了すれば、これ記憶されてますんで、また同じレイアウトで出てくるんですけども、もうちょっと違うレイアウトに変更したものを作っておきたいと、作業に合わせてレイアウトを変えたいという時に毎回こう入れ替えるのが大変なんで、そういう場合はですね、このワークスペースというところで新規ワークスペースっていうのを選びます。で今名前をつけろと言ってきてるので何かつけましょう。じゃあアニメーション用としましょうか。アニメーション作業用とかっていうのつけました。で OK にします。でそうするとこのワークスペースのところにアニメーション作業用というふうに今入ってますよね。今この画面がそうなんです。で例えば初期設定というのにすると初期設定に戻ります。でただ初期設定もちょっと変えてしまってますから、初期設定をリセットってやると一番最初に戻ります。ちょっと一番最初に戻してみたいと思います。初期設定をリセット、初期設定を元のレイアウトにリセットしますか。はい、で一番最初のに戻りましたね。でここでアニメーション用作業用アニメーション作業をするっていうことで、今登録したやつを選ぶとこういうふうに切り替わりますというふうに、作業に合わせてレイアウトを決めたらば、それをワークスペースのところに登録していけばメニューで切り替えられると。でとにかく一番最初にのミューズ、このエッジアニメートを起動した時で一番最初の初期設定に戻したい場合はこの初期設定にして、でもしそのレイアウトが変わっていたりしたらばこの初期設定をリセットすればいいと。じゃあですね、ちょっといろいろいじってみましょうか。
これをこっち側に持ってくる。いろいろね試してみて、あの画面がなんかぐしゃぐしゃになってもですね、すぐ元に戻せますので、はい、こんな感じにしたと。でこれをリセットしたい場合はウィンドウメニューワークスペースの初期設定をリセット、はい、元に戻りますよね。同じですね、ワークスペースでアニメーション作業用にしてでこう作業していたんだけれども、ちょっとこう一旦こっちにライブラリーはプロパティの下に入れようって言って、作業して、でまた最初に戻したい場合はウィンドウのワークスペースのアニメーション作業用をリセット、はい、最初に戻るというふうにワークスペースを切り替えて、でその切り替えたワークスペースをまたちょっとレイアウト変えたらば、こうやってリセットですぐ元に戻せるということですね。でじゃあですね、不必要になったワークスペースもこのレイアウトは必要ないという場合はですね、今じゃあこのアニメーション作業用、これをですね削除したい場合、まずその今選択されていると削除できませんから、他のにします。例えば初期設定にします。でこの状態でワークスペースのワークスペースを削除で、ここで選びます。まあ今一つだけなのでアニメーション作業用になってますけども、たくさん登録してある場合はここにメニュー出てきますんで、削除したいワークスペースを選びます。で OK、 これで削除されました。今初期設定しかないですね。で初期設定は当然ですけど削除できません。これは常に入れます。ということで、まあ、パネルの入れ替え取り外して他のパネルのグループにするとか、不必要なものは消しとくとか、でそうやって決めたレイアウトをワークスペースに登録するということで、まあ、自分の作業環境を作るということができるということです。まずはここをですね覚えておいてください。